はいどうも皆さんこんにちはこんばんはパパゴリラです本日の内容はですね知らなきゃ大損しますよあなたということで皆さんこのゲームちょっとこんなこと思ってないですかねどんだけ施設の種類安ん,んとしかもですね一つの施設のレベルを上げるのに貴重な資源も使いますし結構なね時間もかかると思いますじゃあどうやってね施設を 効率よくく成長させていいののかというのをですね今回説明したいなと思っておりますもうね結論実は先に言っちゃいますこの手のゲームで一番やってはいけないやり方はですねまんべんなく上げるというやり方ですまあこのやり方もですね毎月何十万円もリアルにこう課金できる方はやってもらってもいいんですけども基本的には優先順位をつけて施設のレベルアップを ししててていいっっなと思っておりますそれでは早速ですね優先順位の高い順番から説明していきたいと思いますまず優先順位第1位はですねはいこちら「街の中心」ですねおい当たり前やんけと思った方はい正解ですこれについてはちょっとプレイすればわかると思うんですけども すべて、この街の中心っていうのがですね、まさに中心で、いろんな施設のレベルに関わってきますので、まあ真っ先に上げていきましょう。そして、始めたての方はですね、今から言うことをよく聞いてください。アイテムでもらえる資源だったり、短縮系のアイテムをですね、もう使いまくってでも、まずは17レベルまで上げること。これが一番のポイントです。 ダッシュで上げてくださいそこら辺の解説はですねここでしてしまうとすごい長尺になってしまうので省略するんですけども、まあ、例えばですね舞台編成っていうのは始めたての頃は1人しか英雄を編成できなかったんですけども17レベルまで上げることで3人同じ舞台に編成すすることができますなのでもう舞台の強さが格段に上がります兵数とかも含めてね。 なので必ず17レベルまで街の中心を上げてからですねいろいろ考えていただければなと思いますなので優先順位第1位は街の中心ですでまあ,あの上のねピンクの文字で1番から3番まで書いてますけどもこの街の中心というレベルを上げるとですね ままず建建設可能なですすね建築が増えていきます、まあ、例えばねこう下にスライドさせていけばわかるんですけどもこの左から4列目ですかね建設可能な建築っていうのがどんどん町のレベルを上げることによってどんどんいろいろ増えていくと今載ってますけど15レベルになったら鍛冶屋をね 建設することとががででききて武器を作ることができるこようになったりですねこういった効果もありますし2番でいくと出撃兵数が増えるって書いてますねこれはもう単純に兵数が増えていくので、まあ、強くなるとでさっき言った3番ですね英雄のスロットアンロックって書いてますけどもさっき言った編成のところです17レベルになるとプラス2なので3人編成できるようになるとこういったことですはいそれでは次第2位ははいこちら学校です これめっちゃ大事です逆にですねこれを上げないと兵士が強くならないと言っても過言ではないんじゃないでしょうかまあ、ざっくり説明しますけどこの学校内のですね技術研究って括弧で書いてますけどもこの技術研究をすることでですねま一、あ、番兵士の攻撃防御 ヒットトポイントなのが上昇することができますし戦闘系だけじゃなくてですね2番に書いてますが最終の速度を上げたりとか資源のね保護をしてくれたりとかそういった経済的な恩恵もありますそして3番これがねかなり重要だと思ってまして兵士のランクアップが可能と。 ここでででししかか。兵士がランクアップできません、技術研究でしかなのでこれをするのが目的なので学校を優先的にレベルを上げてくださいまあ技術研究を上げてくれってことなんですけど技術研究を進めていこうと思ったら結局ですね学校のレベルを上げないといけないので学校のレベルを上げるのが優先順位が高いということですはいそしてですね第3位はですねはいこちら酒場です なんだかんだ言ってね、兵士って大事なんですけど、まあテンション上がるのは英雄ありきじゃないですか、皆さん。その英雄に関する施設ですよって言ったところですね、ここは。酒場のレベルを上げると、じゃあ何が上がんねんということですけども、2つあります。1番、英雄のレベル上限を上げることができると。そして2番、無料招集の回数が増えると。じゃあ実際、詳しく見ていきましょう。はい、こちらですね。まあ、レベル1から 映してますが左から3列目 au レベルの追加上限って書いてますねこれがですね酒場のレベルを上げることによってどん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 英雄の最大レベルが上がるようになると。はい。 今17まで私上げてますけども、まあ、プラス65ということでもともと10あったので75レベルまで上げることができると、まあ、これね1レベル上がることにどんどん au のレベル上限が上がっていきますからまあ au めちゃめちゃ強くなりますよねそして今お気づきの方いると思うんですけど一番右の列無料招集時間ということでですね始めたての頃ははいこちらです24時間ってなってますなので1日1回しか無料招集っていうのはできないんですよねなんですけどもこれどんどん どん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 時間が短縮されていってですね今だと16時間ごとにできるんですけど本当にしっかり上げていってマックス30になれば8時間ごとにですね無料消集できるので1日3回できるとこれだいぶ違いますよねでこれで au が当たる可能性もね高まりますし英雄が当たるとですねこういった進化ですね 星マークついてますけどこういう英雄の勲章を使ってですね、英雄をどん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 強くすることができます。そして、運よくね、英雄引けたらいいんですけど、なかなか当たらんやんけという方もご安心ください。この招集ではですね、今一回試しにやってみますけども、こうやってですね、勲章が左から2番目当たります。英雄自体が当たる確率は0.05%とかなり低いですが、この英雄勲章が当たる確率は1.07%。 割と高いです。そしてですねこの勲章を10個集めるとですね実は、はい、今これちょうど10枚あるんですねこれ10分の10ってなってるの分かります一番左上の関羽がこれ英雄1体と交換できるんですよなので別にいやー私引き弱いからなーっていう方いると思うんですよねまあ僕は引き強いからいいんですけどですが、まあ、そんな人でもですね10枚自然と集まった時に交換ではい カウンが来たーということで、いい感じですね。まあ、自然と英雄がゲットできると。ありがとうございます。なので、こちらの召集が今16時間ごとにしかできないんですけども、酒場をどんどんレベル上げてですね、8時間ごとにできたら英雄が当たりやすくなる。これは魅力的じゃないでしょうか。はい。ということでですね、今おすすめのトップ3の施設を言いましたけども、他にもですね、施設たくさんあります。 戦闘系だっったらこういうふういいいにねいっぱい施設がありますます、あ、それぞれの施設ですねタップをしてですねこのビックリマーク大使館って書いてるところの右にビックリマークあるんですけどもビックリマークを押しますそしてもう一回右のビックリマークを押すとですねレベルを上げるとどんなことがありますかというような情報が出ておりますので僕のおすすめはですねトップ3今出してますけども街の中心そして学校酒場と。 紹介させてもらったんですけども皆さんもいろいろ見てですね他にもおすすめのところあったらですね教えていただきたいなと思いますはいこの動画は以上となっております少しでも動画が参考になった方はチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします動画を最後まで見ていただきありがとうございましたそれではまた会いましょうバイバイ